時刻は八時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。十二月二十六日、マイオアシス。これから二時間、生放送をお送りします。沖縄市中央パーク・アビニュー入り口、国道三百三十号線沿いにあります。FM 小座のスタジオから、私、アズーと山内がお届けします <laughs> <laughs> します。<laughs> はいどうするどうするもうあと4日で終わりですよあ嘘ついたね嘘ついたね計算ミスったね全然4日じゃないですねあと5日あと6日6日今日合わせて6日早いね早いですね早いねもう一度終わっちゃうよまあまあまあそんなね先のことは見ないですよあもう見ない先のことばっかり見据えてたら足元がおろそかになるのでうっしゃ そう,ですね、そうですよまずは,はい、はい、クリスマスですよ <laughs> クリスマス <laughs> どうしたんですかクリスマス,ス,マスどうでしたプレゼント何サンタさんは来ましたねね普通にに枕元に置いてあっ僕イブの25日の日 昨日の朝に子供たちのプレゼントが置かれてたんですけど、うん、サンタさん来てね、うん、僕もうすっかり忘れて24日、うん、もう眠ってたんですよは9時ぐらいに寝たんですよやばいやばいやばい 1> で1回も起きずに子供たちと一緒に寝ててね、うん、でどっかで起きるわけ、うん、早く寝たらだけど1回も起きんで朝6時ぐらい起きては、うんうん、ってみたらあるわけサンタさん来てる。<laughs> 嘘でしょ。嘘でしょ。本当本当。パパがサンタじゃなかったの？サンタさんがいたの？いますからね。犬だ。はい。新しい。でしょ？びっくりした。いるんだね。いたんだね。すごいですね。すごいですね。サンタさんっているんですね。いますね。世の中ね。喜んでました？超喜んでたもう可愛かった。二人とも。朝一から。 2人ともさこう、うん、サンタさんにちゃんと手紙書いてただけど、うん、書いてよっつってからこれとこれが欲しいって、うん、でそれがもう長男は全部かなってたんで、うん、もうテンションマックスですよ、うん、であんちゃんも前から欲しいって言ってたのが届いてるから、うん、もうマックスですよ最高でしたねあれ親もワクワクしますよね絶対そうそうだって親と一緒にこう作ってるんだもん 俺もも一一緒緒にこう<は>嫁も一緒になんかこう組み立てるものだったわけ<ー>だから嫁が杏ちゃんの組み立てて俺が長男の子ってやっていいねーいい手紙とかも自分の子供のサンタの手紙とか見たらもう可愛くて仕方なくないですか可愛くて仕方ないだからさもう本当に昨日ずっとさ <laughs>、うん、ずっとチューしてた <laughs> <laughs> あんちゃんにこ <laughs> <laughs> うやって膝に座るでしょ、うん、そしたら普通ち ちゅって、う、うってやるさ、うん、じゃないずっと。うん、<laughs> <laughs> あ、ちゃ、んも何も言わんわけ、結婚です。<laughs> <laughs> いいかまあ、諦めてたんじゃない。<laughs> 長いって言われ。お <laughs>、<laughs> いいですね、もう、全国ね。いいもうお友達、嬉しかった、ね。本当に、ちょっとね、いいクリスマスでしたね。うん、ほっこり。はい、あなたは。な <laughs> ん <laughs> ですか、もう、この。しり終えた感。でも聞、き、きたくはないけど。<laughs> まあ、リスナーさんにとっては、ね、僕よりはあなたのクリスマスの方が興味あるでしょうからまず <laughs> はですねあず、うん、もあげたんですけどプレゼントプレゼントあげたあずあげたのは先週ちょっと早めのクリスマスデートをしてあら24号は何もしなかったんですかって思いましたねあそっかもう、ね、24号は別の相手がそうんんいまして <laughs> そう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  <laughs> そうでも2時土日はもうデートできなくて、はい、なんかちょっと早めのデートをしたんですねはいはいはいでその時にアンズのお揃いのナイキの靴をあげたんですよアズも欲しかったからお揃いうわ <laughs> でお揃いあげたんですけど靴というのがいやらしいね <laughs> T シャツとかじゃん T シャツは恥ずかしいからね T シャツでもよかったね <laughs> はい。 たんですよもあげた時にまだなんか俺は準備できてないみたいなこと言ってて注文してるから間に合わなかったみたいなこと言っててで「注文してくれてるの?」ってなってここであずはね「おお!」って思うじゃないですかちょっとそう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 でだから「もうちょっと待って」って言って「で嬉しいやつだよ」って言ってたわけ「おお何?」って思うさ指輪かもとかね思うじゃん思うね えっとね週末ぐらいの仕事前にちょっと時間あるみたいな会いたいってなって会いいたで仕事前なのになってちょっと思ったけど仕事前になって思ったけどでちょっとだけ会ってその時これ渡したかったって言われてクリスマスプレゼントって渡された大きさ T シャツみたいな雰囲気だったっけ これ服って言ってそしたらその時になんか俺が来年一緒にやりたいことを思い出したら何か分かりようみたいな、うん、ずっとこのケンケンは一緒にマラソン走りたいって言ってて「は走るけ?」っつったから、うん、何も言わんわけ、うん、で見たらまさかの上下のライニングウェア <laughs> どうですもう マジかよと思ったけど、でもガチなやつちゃんとなんかアンダーマンのでもさ、だからなんか水野のなんかスパッツみたいなちょっとケンケンを擁護するわけじゃないけど、うん、普段買わないのを欲しくないですか。う,ね、うん。普段金出さんでしょ。<laughs> そういうのに、うん。しかもガチなやつなんてなんか高いお金出して買わない。買わないでしょ。うん、わざわざ走るためだけど。うん、だからケンケンはそこをねちゃんと汲み取ってくれたんだと思いました <laughs> そうしかも俺と一緒にやりたい。俺の夢的な感じかな。あもうだからそれがそこはもうよくわかる。<laughs> 迷惑迷惑でもその時「はあありがとう」って言ったけどクリスマスにランニングもやかよって思ったおきさじゃあ何が正解なの何がかどうせ来月誕生日だし誕生日とかにまた欲しかったああ誕生日クリスマスだよんか特別感ないです誕生日の方が特別感じゃないのあ本当じゃ誕生日に期待しようかなでもちょっとびっくりしたからさランニングでもお家帰って来てみたわけ死にに合う <laughs> しかも上下ピンクの大けさあがピンクのランニングウェア着て走ってるんだよ面白くないですかだからさ,だからさ大みそかにもう走りに行こうって言ってだからこのゴーパチ沿いとかで走ってるカップルがいたらアーズってケンケンだからさ皆さんピーピーしてねしないよ <laughs> ウィッっ,ってね大みそかから走るの大みそか走りたいと思って大みそかたまたま休みだおきさ最高 でしょうわいやだなぁ <laughs> だからごっ発いで走ってるあのカップルがいたらあずずけんけんなので皆さんピーピーしてね <laughs> やっぱあれだねこれで盛り上がれるからカップルなんだろうね <laughs> どうするこれで奥さんがランニングウェアプレゼントしたら一緒に走ろうねってオッケーって言ったああ忙しいってずっと逃げますね <laughs> やばい <laughs> <laughs> ダメですね だって大晦日から走るってありえんでしょう。大晦日はこたつでみかんを食べるものなんですよ <laughs> そうなのそうですよ大晦日走りに行くよ走らないです大晦日のプランはさかドライブですよどっちかいいねドライブ、うん、でもちょっとさ面白いプランってばあの走ってから、うん、この途中途中ゴーパチゾイとかチャタンらへんって、うん、カフェとかあるさあーあ、ね、でコーヒー休憩したりしてから閉まってるよ からよよここ探すそも開けるスタバーぐらいスタバーで休憩したりして最後は美浜の温泉あるさあいいねいいでしょそれいいね婚約婚約じゃないでしょあっちじゃないよよくねえにで温泉上がりに牛乳を飲むっていうやついいでしょよくねえ最高中野町の和吉さん決めた自分も大みそか一人で走ろうお走ろう石の走ろう 五八集合ね、和樹さん。なんか。<う>一緒に走りません、よイチ一応一応走りされてる時に。<laughs> なんで、俺が。一緒に走らんといけない。俺じゃない。一 <laughs> 年振り返りながら走りましょう、<laughs> <俺 S 2> 和樹さん。い <laughs> はい、じゃあ、あ、えー、もう喋りすぎですよ。相変わらず。<laughs> 今日のテーマいきます。<laughs> はい。一年振り返ってみて、どうでしたか。 そうです、はい、あなたの1年を振り返ってまあねはい、はい、一緒にまったり振り返ってみましょうかとそうです、ね、今日は月曜日だしラストウィークということで2016年ラストウィーク、えー、振り返ってみましょうよしも悪しも皆さんここでね、はい、生算してください、まあ、近いところで言えばクリスマスきつかったよでもいいですよ大体いいきついはずだから。<laughs> 何が皆さんね皆さんきつい、うん、何がぼっちぼっち的なそうですねはいはい、メールアドレスは <laughs> 761アットマーク FM コザドット JP 761アットマーク FM コザドット JP までお待ちしております、えー、この番組ではリスタル皆様からのメッセージや曲のリクエストもお待ちしてます またメッセージやリクエストは f m c o ホームページから直接送ることができます<お>番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますのでそちらからもお気軽に参加してくださいね、はい、そして FMCOSA では Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しています<よ> f m c o のホームページから簡単に見ることができるのでそちらもお楽しみください、はい 今日も8時から10時までの2時間生放送を元気に楽しくお送りしますので皆さんも最後までお付き合いくださいさあ今日のオープニングナンバーいきますリンドバーグで「ビリビリンラブ!」。 時刻は八時十八分を回りました。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道三百三十号線沿いなります。FM 小ム座のスタジオから、私はずっと。山や、ま違うお届けしますい。では、この時間は沖縄地方のお天気。道路交通情報をお伝えします。はい、まずはお天気からお伝えいたします。はい、本日二十六日。晴れのち曇り。日中の最高気温は二十五度。 えー、降水確率は終日10%となっております暑いっすね暑いね今週また暑いですよね、うん、あの昼間とかクリスマスもですけど半袖でいけますよね、うん、半袖でしたね僕もね <laughs> すごくないですかもう年終わるのに全然寒くない寒くないよね昨日ん 二十四日の夜ぐらいは寒くなかったあ寒かった気がする夜だけね夜だけ昼暑かったよね昼は半寒でしたねもう嫌だもうこんなの嫌だどうする帰る<笑><笑>耐える帰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 るかえまた本日沖縄地方は高気圧に覆われおおむね晴れるでしょうなるほど えまた空気が乾燥する見込みです、うん、火の元火の取り扱いに注意してくださいまた沿岸の海域ではうねりを伴い波が高くなっています海上や海岸付近では高波に注意してくださいとのことです、うん、えでは続いて道路交通情報お伝えしますはいどうぞはいえーっとですね事故かな故障者がえー、と意見とバス でにございますはいくらいですかそうですね駅員飛ばして付近で故障者が出てますので気をつけてくださいはい続いて一般道お願いしますえっとですね今日ね沖縄市内今の時間渋滞ありません<う>周辺もないねすごいねなんですかねもうやっぱ今日からあでもあそっか冬休みだからかそうそうそう留大生が今日から 昨日から、うん、休み休みってさ冬休みって流大生だけでこんな変わるかね <laughs> だからみんなじゃないああなるほど、えー、小学校も休みですしね細なんだ、えーうん、あのー、渋滞といえば国道58号線牧港ぐすくま間で、えー、若干渋滞しているぐらいですねあとやっぱり330はですね、えー、混雑渋滞が続いていますこれは那覇向け 公園の,、えー、の交差点から、えー、古島まで、渋滞と、えー、混雑が続いています。国道三百三十五線ですね。<い>そこぐらいかな。あとはもうすいすい流れています。してからに、そしてからに、こちらから見えるお天気。 あ全国からか全国からですね。全国の天気ですね。ちゃんおかさん、あず山内さん、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ますクリスマス明けの月曜名古屋の朝は薄い雪が白く空気が澄み切った冬の日が静かに降り注ぐ晴れた朝です。素敵、ね、素敵。なんすか？<敵>もうあとこの言葉のチョイスとかもとても素敵。素敵ですね。うん。悪大観。素晴らしい。もうこんなこと言えないあず。 言えない。うん、読めないしね。<laughs> そうね。<laughs> そうね。ええ、ルドルフさん、<laughs> ハイサイケンケンとのクリスマスで。てんてんてん。な、ああ、じいちゃん。<laughs> 山内さん、おはようです。おはようです。クリスマスは過ぎましたよ。大阪は曇り7度ぐらい。えー、最高気温13度みたいですね。とても寒いですね。寒いね。でも、ね、その辺がいいね。そうね。 えー、NUJ さんおはようさんです決算の横浜は晴れ予想最高気温12度クリスマスはリア10あずちゃんと対照的にこちらは相変わらずのシングルベル笑い自虐的ですね <laughs> 12最高気温が12度ですか <laughs> なるほど、えー。三島のカッチャーも来てますよあず山内さん皆さんおはようございます,います静岡県三島市の天気は曇りのち 一時雨、あら雨なんですね。すね最高気温十四度、最低気温が三度。はあデジナなってるね。デジなとん。<laughs> えー、AKB ファン。<い>山ちゃんかわい,い。いあずあず兵庫県の天気雨。おお兵庫県は雨ですか。ね。昨日馬券で儲けたお金を違反キャ切られて <laughs> ええー、罰金で巻き上げられた。 俺の涙で、一日中雨になるでしょう、ということで。しかもクススか、ね、<laughs> クリスマスにですか。そうですね。クリスマスに、まず競馬をやっているということで届きものというのがありますな。<laughs> <laughs> 本当ですね。<laughs> クリスマスに。<laughs> でも、なんか、昨日フェイスブック上では、なんか、すごい、うん。 なんかいいパパ感でクリスなんかプレゼント探してる風でしたよね。ああそれは嘘なんでしょうねじゃあ。こちらが本当ですかね。本当なんでしょうね。はい。はいありがとうございます。はい。こちらからメールお天気はですね晴れ。なんか晴れてますね。とっても晴れてないこれでさ空気がひんやり寒かったら最高最高だけどね。最高。今日は風は晴れでねとっても寒かったらいいんだけどね。東の風なのでちょっと。 ちょっと暑いかな。寒、もうとっても寒くはないね。うん。ですかね。ですね。車も全然混んでないスムーズにす、ね。スムーズ。流れてますね。スムージーのごときですね。スムージーのあんまり面白くないですね。<laughs> <laughs> スムージーのごとく流れております。 時刻は8時24分を回りましたはい、えー、自覚があるこの「面白くないのにさ面白くない俺の物言いに <laughs>、うん、面白くない」って言われたらちょっとへこむよねでもさびっくりするほどさ「うん、面白くなかったよ」あもう言わないで <laughs> 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 うれテントさん来たし。<laughs> <laughs> クスクスってバカにされてます <laughs> ほらほらほらあまあまあまあもうメールいきましょう今日のテーマまずいきましょう今日のテーマは一、はい、年を振り返ってみてどうでしたかはい反省会しましょう皆さんはいいいですよはい一年振り返ってどんな年でしたでしょうか今年はどんな年でしたかねメールスカピーからいただいておりますスカピーありがとうおはようございますあずさえまつさんスカピーです、はいうん、テーマ今年一年いろいろありましたね った今年は全部含めて感謝の多い年人との出会いが多い年でした<う>毎週ラジオで励まされめぐみでした、うん、ありがとうございますいえいえまたメールします来年もよろしくお願いします本当ですねスカピーとねラジオやって始めた始めましても今年ですしねあなた今年からじゃないよね <laughs> 今年から今ね8ヶ月ぐらいうっそ8ヶ月と。 4月スタートなのであもうでも4月だっけ4月あらまあもっと長くいるみたいだねねやっけ慣れなれしいですよねあやっけ慣れなれしい <laughs> マジでなんだろうな、ね、<laughs> <laughs> 今年からなんですよまずそうなんだじゃあ<う>このつかぴーとかの出会いも今年なんだねそう皆さんとの出会いも今年うんえさんが俺怖いよって脅してきたのも今年いやこぼってるね僕ね <laughs> 最近誰にでも言ってます。 もう面接くる人にも誰にでも「俺怖いよ」っつって「俺怖そうでしょ」って言われてその次に「うんうんうん」って言いよったね最後なやばいねやばいねやばいねヤ怖いね全然怖そうに見えんかったんだ優しいお面白いおっちゃん感ですよあらもう出ちゃうねちょっとキリッとしたとこもせちゃったな もう面接の時だけあのメガネ変えたらもうなんかこんなのざますみたいなそれは怖いざますメガネ切ってたらさある意味怖いんじゃないこの人うーわきつみたいなそうあの個性も強そうって思うねだから怖いでしょ怖そうでしょってってうさうなずきますよそっか そう,ね、そうなんですねまだ一年も経ってないこの、えーうん、なんていうのふてぶてしさ <laughs> いいですね僕に面白くないって平気で言うしね <laughs> <laughs> もうそろそろハゲって言うんじゃないですか <laughs> <laughs> ハゲやって <laughs> <laughs> 気をつけてよ <laughs> 気をつけるよはいスカピーありがとうございますはいありがとうございます 続いて天然ボケ師さん、はい、局長の山ちゃんあずさん今週で今年最後のラジオですね、はい、今年はいろいろと局長さんにはお世話になりました笑顔<笑>ありがとうございます、えー、今日のテーマ今年いろいろありました天然ボケは小皿ラジオに出会って聞く楽しみやメッセージを生まれる楽しみを知りました <laughs> 小皿ラジオ本当にありがとうございますずっと関わりたいですがいいですか もちろんですよね。えそうなんですか。あれ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 。いいですよ。当然ですよね。うん逆にこちらからねお願いするぐらいの立場です。ででででですから。そうですね。はい。もう低い位置からね。当然ですよ今年も来年もよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがたいですねこういう。 メッセージは本当に。ちょっとほっこりしてね。励みになりますね。涙がね、出そうなります。出そうになるんですよね。山内さん。出ませんがね。そうなんですよね。いや、悪い笑顔してましたね。へへへへって。こういうやつですね。お、お、俺だけか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。そして。はい、続いて。うん。小山之助さん。はい、すけべい。 皆さんおはようございますインフルエンザにかかり一度は平熱に戻ったのですがバイト先で無理しすぎたのか <laughs> この3連休の間にまた熱が再発してしまいましたダメですよこれこそメリークリスマスではなくベリークリシミマスですスムージーの方がまだましですかねすそうですよ 大丈夫無理せず体調よくしてねその後にまたお話ししようね連絡が来たからいいですけどなんだわ <laughs> 結局は <laughs> なんだわあ友達来らいですよなんだわなんだわまた誰からよって言うと思ったんでしょ小三之助さん言ってるしね <laughs> あ言っ,ちゃったしね友達来らいですよ ささてさて今日のテーマ友達がお話しようねって言わんだろうがだからよね誰から本当は同性がいたら気持ち悪いわ <laughs> 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 マジよ, <laughs> <laughs> 男,同よ男同士で風邪の歌を話しようねって早く直せぐらいでしょうああ早く直せっていうかあいや風邪だったばぐらいんだよ大丈夫風邪でもこい今すぐでそうそうそう遊ぶと時はね <laughs> <laughs> またお話しようねって連絡が来たって仲良しだね <laughs> クリスマスの後に自慢すんなよヤサグレラジオ怖い怖い、まあ、第二弾ヤサグレラジオでございますさてさて、はい、今日のテーマ、うん、今年一年いろいろありましたはい 例年以上に嬉しいこと、辛いことたくさんありました。お、そうですか。そんな中でも特に嬉しかったことが二つあります。うん、はい。一つは二月のプロ野球キャンプで憧れの選手からサインをもらえたことです。うん、あら。嬉しいね。お<う>。ヤクルトの外国人選手ですがホームラン記録を持っている選手でもらえたときは本当に嬉しかったです。ラミちゃん？誰だろう？ラミちゃんじゃないかね。 もう一つは4月ににグレーのライブに行ったことですお<う>初めてのグレーのライブは地元・沖縄で見ると目標を立てていてその長年の夢が叶った瞬間でした今年特に嬉しかったのはこの2つですねそれでは今日の放送もよろしくお願いします嬉しいですね好きな何なかうんまあ、嬉しいん確かにいいことを書いてますよね2つ、うん、2> だけどね もうちょいこう踏み込んだ感じで来てほしいですよね小沢之介くんぐらいまで来たらね,ね <laughs> そうですよね、うん、ちょっと期待しすぎましたねそ,うそこじゃないだろうともうちょっと掘り下げ投資ですよね <laughs> <laughs> そうだよな人生もね人生も小沢之介さんレベルに行ったら、うん、求めてくるものがこちらも違いますからね <laughs> そうですよ。違いますからね。期待、そう、期待が大きいですからね。うわっ、つらじゃないんですよ。そうそうそう。だから、つらいことも、ぜひ送ってきてください。そうそうそう。もうね、生々しいやつが欲しいですよね。本当にいいこと。本当につらかったこと。そうそう、二つ。欲しい。欲しい。 <laughs> ありがとうございます大変ですねー大変だねもう、えー、続いてクリュカイトさん、はい、昨日は美味しいディナー行ってきましたよ何ですかこれとっても美味しそうナシゴレンとベーコンのマッシュポテトのバジルソースパスタ<っ>カモンベールのオープン焼きオーブン焼き パスタの写真は撮るの忘れました。やっぱりですよね。あれ <laughs> これご飯よねなしご飯。マートかさ。カリクリスマスでしたよってこの後ろ姿ダーツやってるね。<っ>これゆきちゃんかね。わだ可愛い後ろ姿可愛い,い。可愛い,い。何この洋服のチョイス可愛い,い。あのこれちょっとゆったりなニット、うん、このもう可愛い,い。可愛い,い。なんかもう女の子らしさしかない。あ出てる,出てる <laughs> もうしかない。出てるもうさじいジゃんとか着ない感じ。<laughs> もう出てるよねこのニットこのちょっとゆったりニットにポニーテールう <ん S 1> あもう最高だねこのダーツの仕方も女性感が出てるねアーズたもっと構えるもんそうだね <laughs> ぽいでしょぽいわかるこのなんかビーンって刺さりそうアーズの場合 ビーンって。あ、そうそうさす。<laughs> 意外にうまいわけよあもう適当にやるんだけどうまい。い, <laughs> <laughs> いいね。とってもいい。いいですね。まったりクリスマス。美味しそうですね。そしてご飯の後はダッツェ。いいですね。まったりクリスマスでしたよということで。いやそれでしたね、えー。もう自慢をさ送ってこないで。 っていうひねくれ山内氏です。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます、クルさん。もう <laughs> ブルーだね。ブルーなんですかね、テンションが一気にこう下がりましたが。下がりました。うん、もうね。<laughs> 曲聞いてテンション上げますか。そうですね。 <laughs> 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 さあ、えー、ここで曲をお届けします。会会いいにに来来ててお 時刻は8時42分を回りました。この時間は、琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムス総合面からお伝えいたします。知事、今日取り消しへ。辺野古処分、国、明日にも資材搬入。名護市辺野古の新基地建設をめぐり、尾長知事は、 26日にも埋め立て承認取り消し処分を取り消す辺野古違法確認控訴上告審での敗訴判決を受けたもので2015年10月以来約1年2か月ぶりに埋め立て承認が復活します新基地建設工事を進める法的根拠が整うことを受け 国は年明けに本格工事に着手する考えで早ければ12月27日にも資材、資機材をキャンプ手話部内へ搬入する方針です防衛省関係者が明らかにしました続きまして琉球新報よりお伝えいたします観光客ロケ地巡礼 さん監督作品、銀幕に映るコザ満喫、沖縄市観光物産振興業界は19日、吉本エンターテインメント沖縄と沖縄市が制作した地域発信型短編映画、ろくな人生のロケ地を観光客らに案内する企画。 小座の町映画の中を歩く旅を実施しました市内にあるミニシアターで映画を監修後五谷地区周辺を散策しました県内で映像制作に多く携わり沖縄市の観光大使も務める宮島さんが案内しました続きまして同じく琉球新報よりお伝えいたします ヒアネイレブン全国大会に挑む第40回全日本少年サッカー大会県大会,県大会で優勝したヒアゴン FC が22日沖縄市役所に加江幸雄市長を訪ね全国大会への出場を報告しました全国大会は26から29日 鹿児島県鹿児島市で開催されます訪問したのは選手20人と韓国たち花城首相は自分たちの得意なプレーは早い展開のサッカー全力で戦うので沖縄から応援してほしいと挨拶しました以上この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたしました 時刻は8時45分を回りました一回失敗してもすぐ立ち直るメンタルを養いましょうね一回目はまだメンタル養ったんですよすぐ立ち直ったけどうん。監督を韓国って言っちゃったからだからそういう時は失礼しましたで。 言ってていいいそそううですすよ落ち着じゃしま韓国ってやったまま意味が分からないでしょ韓国たちを引き連れてうんどういうこっちゃって思いますからねそうですね昨日さちょっとちゃんとこうマイクの昨日ですねはいはいはいちょっとこの言い間違いにまつわる話していいですかどうぞどうぞ昨日一日すごくてちょっと言い間違いが何か仕事中もひどかったんですけど最後のんたかな 県警ケンケンに刺身もらいに行ったんですよまず昨日釣った魚をねあ、うん、げるって言って、うん、で,そのでもらいに行った時に、ね、ちょっと話してて、うん、なんかの話をしててでもあの人たちはオタクじゃんって言いたかったんだけど、うん、でもあの人たちはオクラだからって言っちゃって <laughs> <laughs> 一瞬2人の空気止まって止まりますね もう自分が何言ってるかもわからないし、ね、んかもうねあの時の破壊力すごくて、うん、やばくないですかあの冷静にかオタクを送らって言いますまずオタクの話をしないでください <laughs> しかも冷静に送らって言ったんですよやばくないですかやばいですねもう声出なかったもんあの湧いてますね <laughs> なんかもうね来てるなって思いました湧いてますよ湧いてますうん 沸いてる、沸騰してる。沸騰してる。冷やそうね。ということで、はい、ということでこのコーナー。今日は何の日？今日は何の日のコーナーでございます。す。まずは沖縄手帳よりご紹介をいたします。なるほど。えっと二十六日月曜日。うん。 えー、沖縄手帳よりえっ、ー、とですねあれなんか変わってますねさっき呼んだのと <laughs> <laughs> 主人伊波さんが<冬>1976年、うん、亡くなったそうですはいそれから那覇市長に沖縄人民党佐名川亀次郎当選えさっき言ってたじゃんこれ <laughs> さっきはあれですよプライベートで行ったんですよ さいいかお前米軍は赤い市長盤上に衝撃それから元世界チャンプ具志堅要光の銅像を石垣石垣港離島ターミナルに設置現物より8ンチ大きめそこは2013年だそうです それから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 今日はですね、うん、なんかあれの日らしいですよプロ野球誕生の日お<う>本当かなプロが発症したってことプロ野球が作られた日う,うんそれから風呂の日風呂の日毎月なるほどなんでか分かる風呂だからああよかった わからんかった。すごい今始めてし。思った。だから押し上げ、押し上げ、押し上げる。もうはいダメブ。それぐらいですかね。いやいや、キュウリ夫人がラジウム発見。ラジウムって何です？千八百九十八年、ラジウムっていうのがあるわけさ。そうなんですね。うん。ぐらいですか。わかりました。それぐらいですかね。ぐらいですね。お、お。 誕生日、誕生日、クリスマスローズ。なんですかね。終わったのにね。そうだね。クリスマスローズ。そうだね。昨日ぐらいにしてほしいね。終わったのにね。うん。花言葉はうん。追憶。花言葉は追憶。追憶。追憶でございます。でございます。過去にね、クリスマスローズで追憶。クリスマスローズとってもいいね。でも終わったんだよね。 そうそこがね問題だね昨日ぐらいにしとくよって、ね、昨日でよかった、うん、でございます以上何の日のコーナーでした 時刻は八時五十分を回りましたさあ、えー、今日のテーマ一年を振り返ってみてどうでしたかでございますみなさん一緒に1年を振り返っていきましょう良くも悪くもねということでテーマを発表しましたね <laughs> しましたかしましたよそうですかそうですよじゃひょんちゃんから来てますよメール <laughs> お メールありがとうございますあず俺の山内様おはようグルト <laughs> <laughs> いいね <laughs> いいっすね新しいね新しい、はい、今年はイベント司会にを、うん、リスラジで二度の沖縄襲撃だからよねそしてミュージカルオーディション合格からのレッスンとおお素晴らしいね多忙な充実した一連でした素晴らしいですねミュージカル もう百点じゃないなんかすごくないすごいねイベントの司会もしてうんミュージカルもして沖縄にもしてミュージカルもしてラジオもしてラジオもしてすごいねすごいねいいねいいね多分同じ実際一年地球賞公開特に AM 小田さんには大変お世話になりましたいやいやいや来年は僕が山内様にサービスしてあげるおありがとう。 とりあフず、FM こざで働かないと <laughs> はいサービスしてください, <laughs> いたわるんですかなんですかねどういうサービスでしょうかあるじゃないですかあの、山内さんが椅子に座ってこの、うん、ふわーりふ,ふっくらした椅子に座って、うん、足裏のマッサージあ,あいいねそういえばさ俺今日ちょっと今日じゃないな今週マッサージ行きたいなああ <laughs> クオーレの分かります、うん あのねうちのスポンサーさんなんだけど別にスポンサーだから言うこっちゃないんだけど1時間で3000円全身やばい全身だよやばい何ですか FM 風聞いたよっつったら3000円やばやばいでしょ2900円だろうけうわすご一1時間電子気持ちいいよちょっとさ疲れてるので体がおっぱつとかのるやつ違う違うもうこっちの道へえデジよデジよさそう 町ジでジよまず一時間で三千キロって素晴らしい。すごいじゃん。なんかさちょっと行きたいなと思った。いいですね。ちょっとねお疲れが溜まってるんですよ。もう疲れ年内でねもう解消してから来年行かないとね。あら。いいこと言う。今年初だね。いいこと言ったの？前もずいいこと言いましたよ。あそう。言うね？言うないと思うよ。ちょいちょい言うわけよ。言わないよ。そういうとこあるんだよね。 <laughs> ありがとうございますこちらこそ沖縄にもね来てもらって、はいえー、そしていみちゃおじさん皆さんおはようございますいみちゃおじさんでございます,いますこ今日のテーマ今年1年いろいろありましたね芸能界では不倫不倫不倫薬薬薬おじさんの1年はラジオラジオラジオの1年でしたよ素晴らしい去年の11月に FM 小座に遊びに行った時その子さんから急に「いみちゃラジオ出るぞスタジオに入って」って言われ 番組を出演したのをきっかけにちょいちょいラジオでしゃべる機会がありましたね夏にさん放送したリスナーズ・レディオの発案から番組構成をさせていただいて参加していただいたリスナーさんやゲストさんまたメールやツイキャスから参加いただいた皆さんのおかげで成功できましたそれをきっかけに2回目のリスナーズ・レディオも行われました また3回4回と続いていくでしょうぜひこの後もリスナーズ特番が定例化していきこのリスナーさんがやる番組にもスポンサーがつくようになったらいいなーなんて思っていますよかっこいいかっこいい今度はどんなリスナーさんが企画した番組ができるかな楽しみにしてますこの調子だと来年もおじさんはラジオ漬けの一年になりそうだなーということで,です、ね、ありがたいですねリスナーズラジオもね本当にえー、っと評判良くて ぜひぜひ、皆さん、また続けてね、やっていただきたいですね。本当ですね。あれ、とってもお祭り感出ますよね。出るね。うん、もっとお祭り感出そっか。なんか、あれ。見てて、しかも、この。リスナーさんたち、この、こっちに。うん、あの、遊びに来てくる、出る番、うん、出演するリスナーさんたち、フェイスブックとか、めちゃくちゃ更新するじゃないですか。それが、もう、お祭り感、すごくて。<laughs> すごいよね。面白いよねうん、移動具合もわかるし、この、どういうシーン 好状況ってのもわかるし、面白いですねあの時期あの期間。たださ、一個言っていい。AKB が喋らんわけ。でも一番わかりやすい実況してますよ、Facebook とかでは。Facebook でし字は書けるけど、喋らない。なんかあれあれじゃあれ発明したらいいんですか？字を打ってそれがまんま言葉に出るやつ。だから僕は。 思うんですよ常々 AKB がそれをやればいいわけあの発案する発明する発明するそうそうよね競馬やってる場合じゃないわけだるねそうだよそういうところにね時間使わないとねそう発明とかねそう大変ですよ来年はよろしくお願いします本当にあの皆さんもね是非参加してほしいですね FM コザはいろいろと参加型ラジオ局でございますので<い>、えー、NUJ さんさてこれから仕事へ行ってきます明日から FM 小沢は正月三が日までお休みですね明日からじゃなくてね28日からです来年も楽しい毎日期待しています島あずきんちゃん山内さん良いお年をまたねということでまたねありがとうございます本当ですね良いお年を本んとね えー、今日アーズあったらもう来年という感じになるのかね来年ですね来年の2週目かなアーズの登場あら寂しいですねそうですねうんあもう来年あ次ちょっといいですかちょっと今ちょっといいですどうぞ 今急にねこの来年の話をしようとしたらね、うん、クリュウさんがね、うん、急に「自慢の彼女ユキ愛してるよ」ってああもう急ですよね <もう S 2> あの思いつきでやればいいっていう話じゃないっすよ <laughs> もうつぶやきですよね大人はね <laughs> つぶやきですねこれびっくりしましたね <laughs> <laughs> まあこれツイッターだからつぶやいてもいいんですけど別にね急だよね本当に。 おどうしたかわいいあポストに入れに来たんじゃないですかあ、はあ、なるほどかわいいね、えー、まあまあもう何でもありになってきたな何でもありですねはい。そうですルドルフさんそしてね2日お休みなんです1日3日お休みでしたっけそうですで4日からまた、えー、FM コザ生放送レギュラー放送も始まりますので皆さん楽しみにしてください、はい、そして9時台まだまだ続きます今日はですね、はい、テーマは 一年を振り返ってみてどうでしたか？はい皆さん待、ま、ってください。今日は一年を振り返りましょう。ょうそれでは9時までバイバイ。ハハハ雑。なんていうじゃん。雑 <'s> <ッ>。雑。それでは9時までバイバイ。一緒一緒。違う違う。あれって全然違う。それでは9時まであのー、なんだっけ。 チャンネルを合わすことなんていう英語でなんか言うじゃんステイステイチャンネル」「ステイチューンだ!ン」「ステイチューン」って言って今あついいあれしましたねじゃあもう終わりじゃん「ステイチューン」 時刻は9時を回りました。はいさい沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたします。はいさい沖縄シティこのコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずはじめに暮らしよりお伝えいたします。 住民票の写しなどが全国のコンビニなどで取得できるようになります平成29年1月中旬からマイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書などが全国のコンビニエンスストアなどで取得できるようになります詳しくはお問い合わせくださいなおインターネットで検索する際は コンビニ交付と入力してください。詳しくは市民課コンビニ交付担当。内線三一一九三一二ゼロ。三一一九三一二ゼロまでお問い合わせをお願いいたします。 続きままししてて無縁墳墓など改装についいお知らせいたします西森公園災害工事を行うため無縁墳墓,墓などについて改装することになりましたので墓地使用者など死亡者の延古者および無縁墳墓,墓などに関する権利を有する方はお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁畑として改装することになりますので、ご承知ください。期日は平成28年12月27日火曜日、墳墓など所在地は、沖縄市五百一丁目556番21一。墳墓などの名称は不詳。 死亡者の本籍および氏名すべて負傷改装を行おうとする者沖縄市中曽根町2 6の1沖縄市長桑江幸男詳しくは建築・公園課・公園係内線2662内線2662までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして催しよりお伝えいたします平成29年沖縄市成人式典のご案内です日時は平成29年1月8日日曜日午後2時開式場所は沖縄市民会館大ホール対象者は 平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれの方市内在住の対象者へ12月初旬に案内はがきを郵送しますなお本市出身で現在市外にお住まいの参加を希望する方は当日直接会場へお越しください詳しくはお問い合わせください お問い合わせ先は生涯学習課内線。内線。二七四二。内線。二七四二までお問い合わせをお願いいたします。続きまして。平成二十九年。沖縄市消防。出初め式についてお知らせいたします。 日時は平成29年1月6日金曜日午後2時から4時式典、展示訓練、懇親会など場所は沖縄市消防本部詳しくは沖縄市消防本部総務課電話番号9 2 9一1 1 9 2 九二九一一九二までお問い合わせをお願いいたします。<laughs> 続きまして、募集よりお伝えいたします。二千十七年沖縄マラソン運営ボランティア募集。 対象は18歳から65歳の健康な方。沖縄マラソン開催期日は平成29年2月19日日曜日。申し込み問い合わせは市民スポーツ課。電話番号9321294、9321294までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、平成29年沖縄市新年祝賀会についてお知らせいたします。開催日は平成29年1月6日金曜日。開演は午後6時30分、会場午後6時。会場は沖縄市体育館にて会費は2000円。 名刺冊子への掲載をご希望の方はお問い合わせをお願いいたします。チケット販売問い合わせ沖縄市新年祝賀会実行委員会電話番号9391212内線2410冊子への広告掲載に関するお問い合わせは沖縄商工会議所 総務課、電話番号9388022、9388022までお問い合わせをお願いいたします。続きまして、平成28年度住宅リフォーム補助金申請受付中についてお知らせいたします。 総工事金額に対して補助率20%バリアフリー工事省エネ工事は補助率5%上乗せこちら詳しくは市営住宅課電話番号89461398946139までお問い合わせをお願いいたします以上「ハイサイ沖縄シティ」 このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時11分を回りました9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道3 3号線沿いになります FM 小座のスタジオから私アズーと山は違うお届けします9時の8時台の最後グダグダでしたからねグダグダでしたねちょっと気合入れないとダメですよ本当ですよもうちょっと背筋をピーンと伸ばしてくださいピーンと伸ばしてましたね <laughs> <laughs> それでははい ここで沖縄地方のお天気と道路交通情報をお伝えしていきますはい、はい、まずはお天気からお伝えします、うん、なるほど。本日は晴れのち曇り、うん、で日中の最高気温は25度で降水確率は終日10%となっております、えー、それからですね沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高くなっています海上や 海岸付近では明日にかけて高波に注意してください。はい、また本日は空気が乾燥する見込みです。うん、火の元、火の取り扱いに注意してください。とのことです。えー、以上お天気でした。はい、えー。沖縄自動車道。はいえー、違うね。道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道ですが、<い>えー、先ほどの伊県とバス停付近の交差車まだ。 えー、あります故障車意見とバス停付近の故障車あるので付近を通過する際皆さん気をつけてくださいね、はいえー、そして那覇インターチェンジから北中インターチェンジまで工事のため規制中となっていますこれ下りですね北向け那覇インターチェンジから北中ぐすくインターチェンジまで工事のため規制中となっています、えー、皆さん気をつけて通行しましょうはい そして一般道ですが、沖縄市内目立った混雑渋滞は一切ないっす。ないっすね。ないっす。もう真っ白。今日からね、小学校も、え多分中学校も、そして大学とか。高校も、お休みという。ことでお休みかな。はい。お休みな感じ、お出かけしてること違いますよ。あ、そうなんだ。なんかね、お休みなんか、本当だ。でしょう。お、これ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 。中学生、サボってないか。学校。学校じゃないの、本当は。 ああ、見てたね。<laughs> <laughs> はい、という感じで、ええー、今日はね、まったり。もう年末だからね。はい、はい、まったりとした感じで、えー、道路も空いております。やしが。やしがのだがしかし。だがしかしなんですか。なんでございますか。安全運転でしょ。あ、ですよね。はい、だがしかし、皆さん安全運転で。 お願いいたしますねはいよろしくお願いします、はいえー、こちらから見えるのもねそんな感じ年末もうとっても晴れてますよ、ね、そしてうん、晴れてますね日差しも綺麗冬らしい日差し冬らしいもうこれでとってもちょっと寒かったらなもう素晴らしい冬なのにね,ねこれでほんとひんやりしてたらもう今日は仕事をやってられないっすよ

一年を振り返ってみてどうでしたかおちょっといいですかほう今すっごい女性らしい人が前撮っていきませんでしたミク太郎のことかなそうすごくなかったですか今のめっちゃミク太郎 <laughs> めっちゃなんかもう今女性感オーラ半端なかったですか <laughs> はいね。<laughs> どうかなびっくりした今みっくりじゃん僕は知ってるからね <laughs> <laughs> まあまあ <laughs> 可愛らしいですけどね、うん、はい、えー、皆さんまだまだメールお待ちしております、はい、メールアドレスは761「#fm コザ」.jp761「#fm コザ」.jp までメールまだまだお待ちしてます さ、えー、ここで1曲お届けしますよ白子<い>さんからコメントも来てるので紹介します山内さんおおははよよううごござざいいまますすヤフーニュースでジョージ・マイケルの死去が出ていてびっくりしたプリンスに続いてまた私の好きな実力派アーティストがいなくなったよ悲しいということでジョージ・マイケル、えー、ワムのワム時代の名曲恋の駆け引き「e v e r y t h i n g s e w a n t s リクエストということで聞いていただきます。ワンムの Everything She Wants。 お届けしたのは、びゃっこさんリクエストワムでエブリシング・シー・ワンツでした。でした 時刻は九時二十一分を回りました。追記、えー、スコッシンお願いします。オッケーです。業務連絡でございます。<laughs> かしこまりました。本番中にボーっとしないでくださいね。<laughs> かしこまりました。<laughs> さあ今日通り直して。うい、えー。今日のテーマは一年を振り返ってみてどうでしたか。 つ、えー、いきやすいかはいぼーっとしないでって言ったばっかりです 2> <laughs> 2回おっしゃったのかな <laughs> <laughs> さあ今日はですね1年を振り返ってということで皆さん振り返りましょう、えー、クリュウさんメール来てます今年を振り返って、はい、やっぱり一番は自慢の彼女と11月1日で3年目に突入したことですかね,いいすね幸せですよテヘペロ 幸せですね。また可愛いわけ。えー、写真もね送ってくれたんですけどもうねなんとも言えないもうね,もうねこれアイドルですなアイドルだよねホントに、うん、ポスターもうこれ印刷してもポスター貼っといたらそうだよねそれぐらいのちょっと破壊力ありますねはい、うんうん、すごいえー、ちょっとイラッとしますよホントにホントにねホントにね <laughs> テントウさんからコメント来てるんですよ。<laughs> リスナーの彼女の可愛さにキレ始めるコミュニティ FM の管理職 <laughs> <laughs> そうです、ね。それこそがね山内さんですかね。いやー来年はもうちょい実調しますね。<laughs> <laughs> そしてチャラ AKB さんから。おっチャラ。DJ チャラです。<laughs> から来てますねアニン 山ちゃん、はい、マイオアシスお聞きのリスナーの皆さん、うん、おはちーすおはちークリスマスイーブに娘のクリスマスプレゼント探しに電車で移動しまくって無事終了お<う>嫁にもプレゼント前に聞いてた欲しいもの買って夜勤帰りに机の上に置いてたらあまり喜ばず「欲しい」言ってたくせに3 d s のゲーム機欲しいわはーん そんなんやったら好きな人にあげた方が良かったわ。あはは。あははだからじゃない。<laughs> 喜ばんのは。<laughs> <laughs> だからだね。だからだよ。しかもイブに買ったんだ。すごいね。間に合ったね。間に合うね。よくね。<laughs> テーマ、今年1年いろいろありましたね。 俺はですね、うん、今年一年、いろいろあったね。うん、俺はいつでも恋しまくったし、俺のメール読まれたらツイキャスも切れてくる。<laughs> ツイキャスのコメント読んでくれないと文句言う。山ちゃんに俺のメガネかち割るぞって言われたし。<laughs> はい、あ、いろいろあったわ。来年も続くと思うので、よろしくお願いします。はい、こちらこそ、ね。山ちゃん、あザあず今年の最後の謎かけです。うんお 年末とかけまして老眼と解きますその心はどちらも年のせいとも言いますうまいうまい今日はうまいうまい最後に来たねうまどちらも年のせいです年のせいですとも言いますいいですねこれはうまいうまいねなんか先週とれんちゃんでうまいねうまいねなんかさ AKB さ冷静にやったらうまいよねちょっとひねろうとしたらさ おかしくなります。そうだね。普通にやればいいんかもね。普通にやればうまい。そう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 。あなた全部そうなんじゃない？普通にやればいいんだ。普通にやったらうまいよ。まあまあ。でもね、本当一年この FM 小澤の売り上げてくれましたね。この方がね。そうですね。はい。もうもう不可欠ですよね。もうね、あなた話題になってますからね、本当に。 可決ですよね。はい、話題ですよ話題の男ですよね。話題の男ですね今年の。うん、今年のね。えー、続いて青の軍団さんザイマサーズ山内さん、StayTune! <laughs> 何か FM の放送局みたいだや <laughs> あ <laughs> FM かであるよ <laughs> <laughs>、えー、してから山内さん、からげおいしかったかね俺食べたことないからさ、おいしかったら買ってこようと思ってさ。って何ね、唐揚げってあの土曜日に <laughs>、うん リスナープレゼント当たって軍団さん、うん、それ取りに来てたんですよ、うん、その時わざわざさ唐揚げいっぱいあのー持ってきてくれてどこで買た超うまかった唐揚げうんどこであれどこだっけ唐揚げ屋さんなのかな多分うまかったっすよ軍団さんほんとに1個ぐらいつま,べかつまべっぽい買ったのにねあでもねダイエットしてるっつって1 5キロやしてるってから <laughs> DGS って言った時さ、うん、最初誰か分からんかったよほら<屋> かっけ多分かっこいいねもう許した日しか食べてないんだろうねそうだね、うん、あのー、だからちょっと勝負しようかなと思って軍団さんともね <laughs> そうだね、うん、軍団さんは今からスタートね今からスタートこの落ちた時からスタートそうですよそうもうこれね <laughs> クリスマスプレゼント FM コザにも届きましたから発表してくださいトゥルトゥン ケンジさんから大塚ケンジさんありがとうございますありがとうございます、うん、なんとなんと体重計をいただきました朝 <laughs> 日届いてましたね本当 <laughs> ねありがたいですよね <laughs> もうこれでね逃れられ逃れられなくなりましたね、うん、ミッキーさん聞いてますか本当ちなみにミッキーさんもですよ。うん 大塚賢治さんはあれですかねまだ聞いてるかな本当にありがとうございますわざわざね谷田のしかも上等体重計そうしかも色合いもなんかスカイブル薄い水で可愛いねいい色を FM 小に送ってくれましたはいエム小座のねこのスタジオにちょっと置いておいてそうそう先週ですねこの先週だっけ先々週かな 先週、うん、体重を来年正月明けに測って、うん、どちらかあミッキーさんもいる時ですね正月明けに公開して体重を測れとのことなんですかねそうそうで,で勝負をしようとそう3ヶ月でしたっけ3ヶ月2ヶ月 2>, 2ヶ月でどこまで落ちるかどこまで落ちるかそうで一番減らせなかった方がヒルトンのランチですか ヒルトンだったねうんランチをおごるっていうねそうそうそうミッキーさんはダイエットしないんだったら自腹でとりあえず一緒に行くっていうあそうミッキーさんはえっとやらないであの人はただ自腹でついてくるついてくるで軍団さんもじゃあ乗ってくださいねこれね正月明けにですねまず一気に測りましょうかはいじゃここで測るの嫌なんだそうだね 俺本当にパンツも脱いで測りたい人なんですよ。わかりますないよじゃあ、れないよじゃもういいよ。じゃあ、こっちですっぱだかになって測ればいいんだ。<laughs> <laughs> トイレ入ってから <laughs> トイレでこれでっめとって。もうこっちだから。<laughs> 公開それも。<公開> <laughs> <laughs> ありがとうございます。だから、もうそれでね、うん。 ややりりままししょううね。ね。来年ん。ちょっとビースタぐらいに置いて本当に俺ちょっと脱ぎたよきさ何か重いからよこれうん。いろいろねいろいろもうリアルな数字をねそう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 やりましょうやりましょうねほんとに大塚健二さんありがとうございますでも面白いねそうそう上等だから上等あの本当にうちのね健康維持スタッフにもそうそう行ってちゃんとそうだね一一月回。 ノルヒを作ったらそう、作りましょう <laughs> でここのスタジオに置いといて <laughs>、うん、皆さん注意せよと <laughs> はい、うん、そうですね、うん、えー、そんなこんな言ってる間に美彌子さんからコメント来てますね、はい、読めますか <laughs> メガネかけてる人がメガネかけてる人に向けてメガネ価ち悪そう発言は本当に驚いた。<laughs> 後々愛があるからそんな発言ができるんだって気づいたけどねこの関係性になるまでの AKB ファンさんがすごいよねいやいいですよね <laughs> まあまあ愛があるかどうかはもう皆さん次第ですからね <laughs> 受け取り方の問題で <laughs> 愛があるって捉えてくれたそうですよありがたいですね <laughs> そしてね、うん、またジェ,ヒョさんジェヒョンちゃん、うん 全員リアルな数値求めるのそうです当然でございますもうリアルで勝負ですからね、うん、そしてそのランチの模様もねちゃんとお伝えしますね最高ですねそしてまだまだメールお待ちしております、はい、メールアドレスは761 atmarkfmcoza.jp 761 atmarkfmcoza.jp 76までお待ちしてます お、えー、送りしている曲はパーソンズでディアフレンズです、えー。この曲を BGM に今日は素敵なゲストさんに来ていただいておりますよ。それでは自己紹介お願いします。はいおはようございます。おはようございます。沖縄市立中央公民館の荒川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒川さんよろしくお願いします。はい、今日はね素敵な告知。 があるということで素敵な情報を、えー、持ってきていただきましたでは、はい、どうぞ <laughs> はい、はい、えっと沖縄市立中小民館皆さんご存知ですかねご存知ですよ<の>知ってます本当に市民, <laughs> 市民会館の中ホールの隣でございます <laughs> はいそうです、はい <laughs> はい、そちらの方で私はお仕事させていただいておりますがいろんな講座を企画しています、うん、えっとその中で今日はえっ、ー、とボランティア情報エンド体験講座 えという講座がありまして、はい、えっとそちらの、えー、お知らせで来ています。はい、はい、あのー、ボランティアって皆さん難しく考える方が多いんですけどはいはい、はい、難しいイメージありますよ。ね、うん、あの資格がないとできないんじゃないかとか、あの頼まれたら断っちゃいけないんじゃないかとかって言われるんですけど、なんか時間が制限ね。うん どどんんんなくななくるんじゃいいかとかと思いがちですがでもボランティアはそうじゃないんです自分ができることをできる時にっていうのがボランティアですのでその辺のお話をし,してもらいながらであとまたあの高齢者とか障害者のどういう感じなのかっていう体験もあの同時にしていただきながらあの理解を皆さんにしていただくチャンスそうですね講っていうことで。うん あの3回企画してまして、はい、1>, 1月11日18日、うん、25日毎週水曜日の10時から12時までの3回講座を企画していますので、はい、興味のある方はあの沖縄市立中央公民館の方まで、うん、あの直接来ていただいても構いませんしお電話でも受付できますのでぜひお越しください。はい 電話番号は894の6129です、はいはい。平日の9時から5時まで受付しておりますのでよろししくお願いします,本当です、ね、このボランティア情報というのはどういったものがあるんですか、はい、どういいったことのボランティアはい あの社協の、はい、えっとウィハさんにしていただいて、あのまず高齢者の体験とか、はい、あの車椅子体験、うん、アイマスク体験していただいて、はい、あとどんなボランティアがあるんだよっていうことをご紹介いただこうかなと思っています。なるほど。はい、えっと 1>,、はい、1月11日水曜日がですねこの高齢者障害者体験ということで、まあえっ、ー、と高齢者とか障害持った方の はい、体験を実際にしてもらうというコー、ね、多分、ね、視野が狭くなったりとか見えにくくなったりとかがあるのかなと思いますこれ、経験するのとしないのでは全然違うらしいので、はい、そして、えー、1月18日水曜日はですね、えー、車椅子そしてアイマスク体験、はい、こちらも、えー、ありますね。そして、はい、1> 1月25日が このボランティア活動紹介ということで、どんなボランティアがあるよっていうのを紹介してもらえる。なので、興味があるものにそのまあ参加できるという感じですね。はい、面白いボランティアがあって、社協さんの方でユンタクボランティアってあるんです。誰でもできるんじゃないですか。誰でもできますって感じですよね。そういうふうに本当に自分ができることで、ボランティア社会貢献できると思いますので、ぜひあの。 生きがいいいりで皆さんに挑戦しててもらいたいなと思っておりますそうですねっ、うんえー、とボランティアとしてやっぱりこの人脈とか輪も広がる方も多いですので、うん、そうですよねはいほんにそういった方でね、はい、活動して、はい、えー、いろいろとまた楽しいですからね楽しんでいただければ一番ですねはい、はいはい、えー、中央、えー、公民館は結構こういう イベントって活動してるんですか。はい、あのー、私たちスタッフが企画する講座がだいたい月に3個ぐらい。うん、あ結構あるんだ、ね、はいあります。はい、あのー、それからあのー、中国民間に登録されている自主サークル。はい、それぞれで活動しているサークルが今69団体。結構ありますね。はいあるんです。すごいね。来年はですね、うん、ウクレレレウクレレと大将事が プラスありますので71になりますあ素晴らしい、はい、対極拳とか社交ダンスとか 日舞とか、社交ダンスすごいですよ。本当ですか？はい。あ、じゃそういう目的じゃない。でも素敵ですよね社交ダンス。私はちょっとやってるんですけど、あもう最近ちょっとお休みしてますけど、だってステップを覚えたら初対面の方とでも踊れるんですよ。そうなんですよ。うん、素敵ですよ。ダンスどうですかって言えば断っちゃいけないんですよ。怖い怖い怖い。短でしょ。 目地から、目地からダンス言えますので、はい。すごいですね。いろいろとすごいですね。あります。書道とか文化的なものもありますし、ぜひあの皆さんの趣味の趣味を広げていただきたいなと思いますね。そうですね。ぜひですね。本当にあの中央公民館あの。 にまずは問いいい合わせしてたただいた方がいいですね,、はい、ですねこのボランティア情報、はい、体験講座も含めてですねちょっと関わっていただくといろいろこの、はい、広がるんじゃないかなと世界が思いますのでお電話番号が09889461298946129、はい、でございます。えーはい、この ボランティア情報体験講座というのもぜひぜひ皆さん、えー、足を運んでみてください。大塚健二さんというリスナーさんからメールが来ております。 ぜひ, <laughs> ぜひぜひあの結構あるんです4つぐらい多分あったと思います<ー>あのタイミングが合うサークルさんにぜひあの体験したいですっていうことでお声かけいただければいい、うん、はい、はい、その日から体験できますので例えばどんなのがあるかっていうのは、うん、ホームページとか何かあホームページはいありますあさすがはいあのーいいっね、はいえー、と最新の 講座の情報とかも、出てますので。ぜひ見てみます。はい、ぜひ皆さんも、ええ、沖縄市立中央公民館ということで、検索してみてください。ええ、今日はですね、荒川さんに来ていただきました。ぜひ荒川さん、これからも、あの、ちょくちょく。お邪魔していいです。ぜひぜひ。はい、いっぱい情報を持ってきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、荒川さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。あり,したありがとうございます。はい。沖縄行った時、参加できます。 時刻は九時四十三分を回りました。はい、ええー、なんだっけ、中央公民館ね、沖縄市の。はい。いろんな本当にイベントやってますので、皆さんぜひ、えー、参加してみてくださいね。はい。ええー、そして。メールもいっぱい来ております。はい。ええーね、こっちから読んでない。えー、どちらがですか。ちゃんおかさんですか。違います。クオーレの。神谷さん。うん。 山内さん宣伝してくれてありがとうございます。F.M. 小澤聞いて聞いたって言ってもらえれば、さっきのマッサージの話ね、はい、60分2800円、もう安い。ぜひいらしてください。本当に気持ちらしいのでね、皆さん聞いた方も行ってみてくださいね。本当に気持ちいいですよ。あの本当にね、あのあれです。寝れます。あ、最高。気持ちよくね、しかも。はい、神、え、谷、ーはい、さんありがとうございます。ますそしてこっちですよ。 ピーチベルさん、えー、局長、アーズ・リスナーさんおっぱいおっぱい,おっぱい屋に行くからお金ちょうだいって言っても怒られないピーチベルシルバーだよ。だから <laughs> <laughs> てか逆に帰ってきたら感想を聞かせてと言われる恵まれてるなこの人いつだっけな来たの <laughs> えっといつでしたっけピーチベルさん火曜日だっけ酔っ払ってきてからにさ <laughs> もうおっぱいの話ばっかりしてたから。<laughs> <laughs> 幸せですね幸せですよ<ー>本当にで奥さんがよくできてるらしくてね、うん、すごいですよあ奥さんよくできてそうですね、うん、おっぱいおっぱいいっぱいいても怒らないで、ね、怒らないベージュだよあんまりこうおっぱいやに行かないで <laughs> <laughs> そうですねおっぱいやは、ね、半分にしてくださいね半分にしてくださいよ <laughs> 本当に <laughs> <laughs> 奥さんにそして感謝してくださいねほんとさいい奥さんですよねピーチベルさんの奥さんもなんか来ますね心こもってますねだってさ、うん、本当にさこの要するにおっぱいやってあれですよ、うん、そういうお店行くのもオッケーらしいですからねすごいねすごくないすごい で普通に自分も生かしてみたいなことを言うらしい。楽しいね。楽しいわけよ。ハッピーだね。そう羨ましい。悪いことしちゃダメですよ。本当ですよ。そんな奥さんいるのにもう大変だからね。大変ですよ。うん。ありがとうございます。来年もよろしくお願いしますね。ねぜひぜひ。そしてちゃんおかさんが来てますよ。お、怖い話かね。来ます。うん。来ますよ。ちゃんおかさん、あず山内さんおはようございます。はい。 今日のテーマ、今年一1年いろいろありましたね。うん、月曜恐怖ラジオも時々ではありましたが、あずに読んでもらい嬉しく思っております。いや、こちらこそです。すね、本当にありがとうございます。時間の配分が下手でなかなかうまいこといかなかったですけど。<laughs> ね、こちらこそとってもありがとうございます。うん、恐怖の話もいろいろありますが、今年最後の月曜恐怖ラジオをお聞きください。この話は友人のお姉さんの話です。友人の 姉は人見知りをするためかあまり友達がいませんでしたそんな友人の姉にも友達ができたらしくよく一緒に犬の散歩に行っていました相手の子は男の子で姉ちゃんよりも1つか2つ上でありその男の子と会うのがとても楽しかったそうですそんな楽しい日々も長く続かなかったのです ある日、いつものように友人の姉は待ち合わせでその友達の家に行きました。いつも玄関にいるはずの彼はいないんです。友人の姉はその時初めてその子の家のチャイムを鳴らしました。家の中から出てきたおばさんに聞きました。まるくんいますか誰その子、家には子供がいないから家を間違えてない 友人の姉は自分が間違えるはずがないと首をかしげながら結局1人で散歩に行きました散歩中に友人の姉はよく2人で遊んだ場所を思い出しいるはずだとその場所に行きました行くとその子はいましたいたのですがいつもとはまるで違う姿になっていました全身包帯まみれで青は青。 顔は青白かったらしいです。はあ、友人の<き>。肝 <laughs> です、ここ。肝 <laughs>。今、俺、とりあえず立ってたのに、ね。友人の雨は震えながら。<laughs> われわれくんちに行ったんだけど、おばちゃんが、そんな子はいないって言うんだけど、私、家を間違えたのかな。そして彼は、ごめんね、もう一緒に遊べないんだ。 そう言い終わると彼はスーッと消えたそうですその後友人の姉はその子と待ち合わせにしてた家の近所に人たちに家の近所の人たちに聞き回りましたその子を知る人はいなかったそうですああ友人の姉が遊んでいた彼は一体誰の子だったのでしょうか怖いですね これ今ちょっとしくじったけど最後分かったよね最後怖いけどしくじるところがまた <laughs> あの肝の部分っていうのがもうさどうせやったら最初でしくじってくれません最初のこのところで <laughs> びっくりしたねなんで一番いいとこでしくじるんですか <laughs> なんかねやばいこれ今ちょっといい感じ読んでるからしくじっちゃダメだと思って思った瞬間あ思った瞬間しくじっちゃったうんあ <laughs> 顔は青白かったらしいですが青って言っちゃったからもう終了もうさ怖かったのにちゃんこさんごめんね本当に本当に怖かった最後それでもちゃんこさんありがとうございます <laughs> 来年はもう全部読み切るようにもそうそうちゃんとねちゃんとやってくださいよ <laughs> はいありがとうございますちゃんこさん 今年もたくさんの提供ありがとうございました。本当にありがとうございます。またね、えっ、ー、とリスナーズラジオもえっ、ー、とうまく仕切ってくれてありがたいですね。じゃあかさん本当に今年も1年ありがとうございます。そして小沢のスケベからも来てますね。ほうほう内容があるメールを要求されちゃった<笑>,笑い。えー、今年ショックだったこと。はあ、知る人と知る。とある人に告白して振られたこと<ー>っていう話もあるんですが。 結果がそうなることは想定内だったというよりむしろ振られたかったというのが当時の率直な気持ちだったのでそこまでショックも受けなかったですよ。<る>その話もメールできるんですが内容的にあんまり面白くないその上長文メールになるのでやめときます <laughs> じゃあもうこっちに FM コザニー朝ですけど来てくださいお話ししましょうお茶しましょうお茶そうだねコーヒーとお菓子と一緒にお話ししようそのその内容を聞きましょう。 来たいね、<laughs> で、相談に乗りたいね。<laughs> お茶しましょうね、小三之助さんはい。まあ、振られるぐらいね、男なんっつうのは当たり前ですからね、気にしてちゃ、日が暮れますから。<laughs> そうですね。うん、続いて、はい。はい。おっぱいピーチシル、ベル。<laughs> ピーチベルシルバーだよ <laughs>。はい。二十日の月曜日から酔っ払って。うん、スタジオに来ちゃって、すみません。 <laughs> もちろんその日はおっぱいを言っていません当たり前だろ今年はお世話になりましたいやいや来年もどうぞよろしくお願いします、うん、局長今度一緒におっぱいや行こうね <laughs> ちゃんと夢に了承もらっててよオッケーパチンだはズね <laughs> アズも行きたかったら声かけてねだ行こう。ええ聞いてさりってやつあ言うはずで、ね、す ガ <laughs> <laughs> ガツツすごい勝手を買おうとかも本気だったなうっっ、ね、でもねいきましょうね,ねピーチベルさん本当今年1年お世話になりましたありがとうございましたありがとうございます <laughs> してからにえー、っと軍団さん今年1年どんなだった今年はいろいろ動く1年だったかな FM 小座のイベントにも参加できたし来年は第1回城復活チキチキドッジボール大会やるんでしょ、えー、月曜日の朝から遊ぼうね <laughs> やりますよ来年もそしてダイエット勝負するわけ一応言っとくけどまだまだ落ちる部分あるからあと2か月あと2月までに十キロ1 0落とす予定よ、ね、どうやってそしてえー、っと軍団さんから最後にダメ出しです <laughs> あぞ 笑いながら怖い話されても台無しだや <laughs> あれもう耐えられなかったもうあい切れてるね台無しだや <laughs> 間違え <laughs> えー。ちゃんおかさんからも来てますよあず笑っちゃダメだろ最後にこんなことに <laughs> 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 ちゃんおかさん<う>ごめんねんちゃんおかさんあざーすって来てるけどすいません本当に <laughs> えー、さん来年もリスナーのクレームをそっちのけでパーソナリティ重視の前わしを期待しております過去洗い <laughs> あとお約束のツイキャス切らし戦法をやめてくれような <laughs> はいそうですね来年からちょっとね,ねえ徹底したいと思います徹底したいと思います、はい、ちょっとでも切れてる瞬間があったら下から電気流すとかねあいいねあいいのいいねやいよや,やばいよ <laughs> もう切れてなくてウィー <laughs> いいな <laughs> いいあすいません、はい、皆さん本当にありがとうございます,、えーっとですね、また来年もルドルフさんもね本当にありがとうございます盛り上げてもらい本当にルドルフさんもありがとうございました、ね、言えない。ルドルフさんも今年もありがとうございました、はいえー、感謝の気持ちを込めて、はい、月曜日今年2016年最後の曲は、ね、エコーズのズーでございます サルとかいろいろいますね。皆さん。来年なんですかちなみに。鳥です。美味しい。鳥ね。羽ばたきますので。あ、なんですかその乗っかった感。羽ばたきますので。はい。皆さん今年も本当にありがとうございました。はい。何食べます？年越しそば。今年越しそばって言ったじゃん。 えっそう、そ沖縄そば?。何食べますどこの予定ですか?。お、お家ですよ、自宅で。おい、愛する愛妻。愛妻そば?。いいですねー、にやけちゃって。<laughs> 一筋ですから。<laughs> <laughs> 出ましたよ、最後に、口、<laughs> 口だけ締め。さよなら、さよなら。さよなら。ーーよいしょ。おい。